今キックオフのホイッスルが鳴りました。ワールドカップまでは残り9ヶ月、晴れ間の差してきたオランダを舞台に日本代表がどんなサッカーを見せてくれるでしょうか。まあ、前回のオランダ対イングランドのようにもう最初から前線からプレッシャーが、日本はボール遠藤、トゥーリオが出しどころを探す、長谷部がフリーだ。ここですね、しかしすぐプレッシャーが来る、この後です。中村俊輔にボールが渡る、右サイド内田も上がってきた、鎌田はどうするか、中に入っていって左足を打っていきました。これ立ち上がり必要ですよ、もう鎌田選手左利きですから、ゴールに入っていって、はい、もう空いたところ、しかし心配する面も、まあ、ボールには触ってないですけども、相手のミスを誘うような、はい、やはり限定の仕方しましたね、ボールに対する。そして長谷部がカットしていきました。松木さん、外へ行かせてそこで追い込んで取ろうというね、意識がはっきりしてますね。出足が速いのは日本だ。遠藤、中村俊輔はサイドに開いています。切り返す、ファンクロン、ホルストをかわして右足が、ボールだ、中村健吾、うん、最後は中村健吾のシュートです。まあ、ですね、これ出足でいいボール、オランダ代表のキャプテン、ファン・ホルストをかわしてのクロスボールになりました。ファン・ペルシー、カイトといったあたりがボールに触るシーンが少ないオランダ。左サイドにはロッペン、さらにトップ下には10番、レアルマドリードからインテル、イタリア、あのセリエ A4 年間のロイン選手のクロスサイドになります。ーーーーシュートまで来たんですね、シュートを狙った、マタイソンに当たりました、日本のコーナーキック。今のシーンです。プレッシャーをかけて奪った日本、最後は岡崎のシュート、ちょっと触れたように見えたんですけどね、触ってますよね。今日はスロベニアの審判団、その辺うまくあのコンパクトにしてますね、守備を。今日本がどこまでできるのか、そこを肌で感じてもらいたいと話した岡田監督です。内田からのボール、こぼれたところ中村俊輔、今度は真ん中からキープ、中村健吾、左に長友走っている、中には2人、長谷部も岡崎も待っています。カイトが戻っている、岡崎届かない、このクリアボール、オランダ代表10番のスナイデル、ファンペルシーに内田、右サイドロッペンが上がる、カイトがフリーだ、トゥーリオは戻る、さあ逆サイド、ファン・ペルシーがフリーだ、内田が動していく、オランダのファーストシュート。マジサイドの攻撃早かったですね。いや、早かったですね。ですから今11番のロッペンがディフェンスして、そこから中盤につないで、そこからの速い攻撃でしたね。まあ、最後はこの9番のカイトから、7番ファン・ペルシー、ちょっとね、あれでしたけども、昨シーズン中村俊輔がフォローに入る、一旦戻します。今度は逆サイド、こちらにはファン・ペルシー、長谷部が寄せます、ワンツーを狙う、カイトからバンデルビール、中にファン・ペルシーが入っているぞ、遠藤のヘディングです。ロッペンがこの時間帯はまた中にドリブル、スナイデル、カイトも引いてきています、ファンペルシー、右サイド、ファンデルビールが上がってくる、そしてカイトが中で呼んでいる、そのカイトだ、落としてきた、狙ってくる、あっという間にオレンジの選手たち、オランダの選手たちが切り替えた時ってのは早いですね。いや、早いですね、人数もかけてますし、ここね、まあ本当にボールが最後良くなかったんで助かりましたけどね、いや、この辺ですよね。今度はローフェイスと競り合って岡崎に対して勝つのか、その数少ない経験、肌で感じる90分にしていきたいと話していた日本の選手たち、ここですよね、このボールですよ、このワンタッチでつながれた、この辺がね、新規になってきましたね。ファンデルビールへ、そしてカイトが回る、中にはすでに2人が待っています、中に切れ込んでくる、あっという間に攻め込んでシュートだ、右のサイドバック、ファンデルビールの左足のシュートです。まあ、今ディフェンスラインから中盤にボールが渡ってダイレクトで、そしてこのシーンを迎えたというね、この辺のスピードですよね、前半の、はい、スピード、ロスタイムを迎えようというところで、オランダ代表今日この試合初めてのシュート、オランダ東部エンスヘーデにあります FC トゥベンテスタディオン、中盤でボールを奪った日本、本田、中村健吾、長友が上がってくる、倒れたが
ホイッスルは鳴っていない。奪い返した、長友奪い返す、選手たちが入っていったシュート。いや今ねシュートというよりもゴール前に入った。カットできた。中村健吾、岡崎がすぐさま動き出す。中村俊介がフォローに入る。逆サイド本田狙っていった、当たって、シュートは伸びていきましたがゴールキーパーがキャッチ。はい、まあ、日本の選手たち、はい、壁に入っているところを狙っていくんだと思いますね。蹴るのはどちらだ。中村俊介だ。日本のコーナーキック、ゲルドハイゼンがなんとか触りました。今の中村のシュート、スピードも良かったですね。さあ、そして今度は日本のコーナーキックに変わります。前半と同様まだシュートがありません。そうですね、ただまあ日本の選手たちのどこまでその、はい、特徴を知ってるかどうかは別ですよね。ですから、まあ、彼らのプレーぶりっていうのを初めて経験してますよね、はい、エリアがペナルティエリア、切り返しシュートだー。川島パンチング、後半最初のシュートは強烈な右足でした。まあ、こういう、こう本当にちょっとピリッと来ないオランダチームの中に、やはりその、まあ、先発を狙う選手がですね、こうやって後から出てきていい仕事をするというね。22歳、去年までこの FC ツベルテでプレーをしていました。ハンブルガー SV 所属のエリアの強烈なシュートでスタジアムも一気にボルテージが上がりました。ファンブルシーの頭を狙う。ああ、打たせダメだ。こぼれているところ、内田でした。またエリアがフリーだ。ファンブルシーだ。進めながら、しかしオランダの前にゴールを奪われました。後半23分を回ったところ、いや今ねハンドに見えたんです。ここね、最後ここで外でこのハンドですよね。ファンペルシーが両手でボールを押さえた感じに僕見えたんですよね。しかしレフェリーの判定は覆らず、ファンペルシーのシュートで腕に触れてる感じはするんですけどね。ワンタッチから左足を振り抜いたファンペルシーのシュート、さらにオランダが勢いを増してきた。スライディングだ。これがワールドカップ優勝を狙うチームの底力でしょうか。2対0。いやルーズになりましたね。またもや何か一瞬の隙を突かれたような。そうですね、シーンです。やっぱり修正できるままにここ遅れてるんですよね、中盤が。うわー、いや今まで本当に、はい、消えてたスナイデルが、ここへ来てやはりシュートまで、そのたった1本のシュートでこのね決着をつけられるのをちょっと見てみたいですね。日本は中村健吾に変えて興梠、そして玉田に変えて、後半の開始からは本田を投入してきました。中村俊輔が自ら行く右足のシュートです。パスを出すと見せかけてシュートまで持っていきました中村俊輔。右足でしたね、ちょっとうまく当たんなかったですけどね。しないというのは気持ちとしてあると思うんですよ、はい、さあプレー再開。ファンデルファールトが蹴っていく。シュートを打っていったのはフンテラー。フンテラーですね、ちょっとみんな遅れてます。最後ファンデルビール。残り時間5分を切っています。17番のデゼウ、ファンペルシー、そしてエリア、中にはフンテラールが入ってきた。そのフンテラールに決められた。完全に崩されてしまった日本。日本がどれだけのプレーを見せても我々は負けない、そうオランダの選手たちサポーターは話しました。その世界のトップを肌で感じる90分にしたいと話した岡田監督。いやもう完全にもうマークがその突き切れてない、中盤も
攻めてる時の次のディフェンスができてない、そこから生まれてますからね。これディフェンスの選手キーパーはね、はい、もうこれしかできないですよ、人数足りないですしね、遅れてますし。マスさん、はい、疲れてる中これだけ広く使われたらもうディフェンスと対応できないですね。もうですからやっぱり中盤でそのある程度相手を抑えてられたり。場内はオランダサポーターの拍手喝采で試合終了を迎えました。